はい、どうも皆さん、こんにちは。渡辺です。今日はですね、髪の毛が細くなってボリュームが出ない方向けの頭の形が綺麗に見えるハーフアップアレンジをご紹介します。年々ね、やっぱこう髪の毛が細くなってきたりとかして、ちょっとボリュームが出ないっていう方も結構多いと思います。今日のね、ハーフアップは、この分け方がすごく重要で、今からご紹介する分け方をすることによって、根元のボリュームが出しやすくなります。それで、なおかつ、頭の形が綺麗に見えるっていうことになりますので、いつもね、ボリュームが出なくてお悩みの方、ぜひこの方法で試してみてください。それでは早速動画をどうぞ。まず、ヘアバームを小指の爪分ぐらい。で、髪の毛になじませていきます。で、この時に髪の毛が乾燥してると、あんまりね、まとめ髪って綺麗に見えづらいですので、しっかりとね、毛羽立ちが収まるぐらいつけてください。次はブラシで全体的になじませていきます。こうすることによってね、スタイリング剤が均等に髪の毛に行き渡りますので、よりツヤ感がアップします。じゃあ次、髪の毛を取り分けていきます。まずね、上のこの辺部分から、この後ろの部分まで、アーモンド型みたいな感じで丸く取って、耳ぐらいですかね、耳ぐらいまでの位置ぐらいで、下はざっくりとまとめて、ゴムで結んでいきます。で、この時に結構ね、もうラフに結んでいただければいいかなと思いますので、そんなにきちっと結ばなくても OK です。じゃあこれ上から見た図なんですけど、この前髪があってこの部分があると思うんですけど、ここも後ろに持ってきます。で、ここからこう三角にアーモンド型に取ってるんですけど、この部分がサイドに行ってしまうと結構ボリュームが出にくかったりするので、なるべくね、この前髪の後ろの部分からアーモンド型に取ることによって、後にね、この辺のボリューム感が結構出やすくなって、ふんわり感ができます。で、結んだ後にゴムの部分を持ちながら少しね、分けてる分け目があるので、その辺の部分を隠すように横にちょっとだけ広げます。で、その次にこの上の部分から少しね、ボリュームを出します。頭の形が綺麗になるように、丸みが出るようにふんわりするように出してもらえばいいので、本当にざっくりとでいいのでちょっと出しておいてください。そうすることによって全体的にこの丸みが生まれて綺麗なシルエットになります。次はサイドの髪の毛を取り分けて、後ろにしっかりと溶かしていきます。で、溶かし終わって、このね、分け目が隠れるぐらいしっかりと溶かしてください。で、外に向かって1回転2回転ぐらいねじります。で、ねじったらこのゴムの部分の上に乗せて1、2、3回ぐらい少しね、この髪の毛を引き出します。これもざっくりで大丈夫です。少しこう動きが欲しいだけなので、今3回出したんですけど、人によっては4回出してもらってもいいと思います。で、まあ、大体ざっくりとこんな感じでボリュームを出してください。で、ここのゴムの部分に巻きつけて、もう一度ゴムで結んでいきます。こんな感じです。で、反対側も同じように耳後ろぐらいで分けて、後ろに向かって溶かしていきます。で、分け目の部分が隠れたら後ろに向かって2回ぐらいねじります。で、この部分で 1,2,3 箇所ぐらい少し髪の毛をほぐしていきます。で、同様にまた髪の毛巻きつけてゴムで結んでいきます。で、ここにね、ゴムがこう出てきている可能性があるので、このね、上の髪の毛を少しこう下ろしてあげて、ゴムを隠してください。このね、毛先の部分を2つに分けてギュッとすると、よりね、ゴムの部分も隠れます。それがめんどくさかったら結構ヘアアクセをね、ガチッとつけてもらっても OK です。で、最後にね、この辺の部分だったりとか、まだ若干分け目が出てたりもするので、それを少しね、隠すように、サイドの毛だったりとかで、横にこう寄せながら、バランスを整えてください。こんな感じでね、上からボリュームが出て、この辺の部分もふわっとボリュームが出たら完成です。
こんな感じでご紹介させていただきました。分け方をまずアーモンド型に分ける。あとは髪の毛がねちょっとパサついてしまっているとあまり綺麗な印象にも見えないので、しっかりとスタイリング剤をつけてからまとめ髪をする。そうすることによってねツヤが出て、で形も綺麗なハーフアップになりますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。今日もね最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。